この4人の中でコンパウンドの経験があるのが拓弘しかいないんですよ。なんで今回拓弘が頑張ってバンド先輩と緊張するけど喋ってください。わかりました。仕切り拓弘。仕切り拓弘。打っていいよね。はい。リリーサーは何使ってるんですか？リリーサーはトゥルーボールのスローブレードってやつ。はい。なんかテンションとかってどれぐらいの？テンションは暴発しないギリギリのところ。ギリギリところ。2、3回暴発した感じですか？そうそう。はい。コンバウンドって暴発するとカムラから外れちゃう。その上は相当トルクかけないと大丈夫。途中で外れる分には別にそのまま遊んでいかない。だから上向いて引くのもめっちゃそうそう、本当に怖い。200、300メーター軽く飛んでくる。そうそうそう。自分の指で引っ張ってるからね。自分の指信じれるけど、これしか繋がってないからめっちゃ怖い。だから引き方はちょっと気をつけて。もう切るときは伸びるっていうか、リカーブと同じイメージですか？そう、本当にまだ始めて1年ぐらいしか経ってないので、適当です。親指をこう、ビュー親指で落とした。そんなにポチって感じなくて、親指が伸びてるよ。親指が同じスキルで、そのうち勝手に切れる。指で押さえて切ってざっくりやる。ざっくり。本当に細かいこと言えばここら辺のテンションも若干あって落としやすくはしてるけど、そこを考え始めるとよくわかんない。複雑になってくるので、自分の中でやってる動きとしては親指をビュー切れるのずっとテンションをかけていくような。でかけたら落ちるのか。下火のセッティングでこだわりとかあります？ウェイトバランスは1対1で同じ重りで前にプラス何枚か、今はプラス2枚、最大でプラス3枚ぐらい、19と16が一番重かった。今16と14。で人によっては1対3とか1対2とか、こっち側に重さを持ってくる人も結構いる。この場合は1日が基準。コンパウンドって当て感なんですか？多少はあるかな。当て感を何とするかに、でどう定義するかにもよるけれども、本当に、なんで今外れたかわかんないみたいなリカーブでありがちなのが、コンパウンドだとめっちゃ少ない。リリースもミスしにくいし、こうサイト、現サイトとそのサイトのとのズレもないし、パラドックスも起きないから、なんであっちに飛んでっちゃったんだろうみたいなのが、変えたら変えたい人、転校したい人、大学生とかもそんなないと思う。なんかよく押し手はこう受けになるとか言うじゃないですか。ああ、確かにその方が結局タイトピンが止まればそれでも OK なので、結構海外のトップ選手でも結構伸びてる人もいるし、食べてる人に結構2パターンやっぱ分かれてる。自分の中で一番重い弓を扱える、一番ピタッと止まりやすい、肘の曲げ具合が見つかれる。そこは野弱で調整するんですけど、その一番野弱が合うとサイトピンが急に止まりだして、サイトピンが合ってなくてこう長かったり短かったりすると安定しなくなる。結構それは打ってて分かる、違いが分かるところなんで、振りか 1,2 ミリ変えてもよく分かんないですから、うん、でも行き弱の方 1ミリ、2ミリ、もちろん大きく変えたりするとあダメだ全然変わらなくて、調整すると急に当たる。へえ、押し手側が合わなくなるんですか。そう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 。へえ。押し手側でこう逆に合わせるとこっちがこうあれなんか入んないな。なるほど。引き弱が固定されるからほぼそこはめっちゃ重要。コンパウンドやり始めてかっこよさが分かった。本当全日インドアで山田さんとやってなんか60超えてるのかな、負けそうになってめっちゃひりつく試合やって本当にすげえやな、かっこいいなと思ったし、いい勝負ができるって楽しいし、最後シュートオフで10対10やりながら思ってるんですか。なんか一言みたいな、この人うめえみたいな。どうしよう、4本しか大丈夫ですか。不破は15分で2本ぐらいしか打ってなかったので不破のインタビューの時15分で2本ぐらいしか打ってなかったので。なんか注目すべき点とか、フォームとか本当に分かんないからさ。注目すべき点、すごいなんかこうどっしりしてるなみたいな、すごい 大事だと思うけど、多分コンパウンドで引いてきた時のバランスがすごいいいなって。アームガードしない。アームガード多分アームガード事案になったらもうやばいことになるんじゃない。そうそう、もう結構えぐれる本当に。山本優太とか結構試合中にこう打ち方でえぐって試合中に出血してると思う。そこからまた取れる。取れますね。ここでさらに倍上げるんだ。60キロの動画欲しい映像。下9っすかな。狙ったらダメだ。右上です。ダメだこれ。1ダースだったらまだいいけど、1ダースだったらいいから、こっから来たの今日は、この後大学院の勝利、大学院の教師に、明日、明後日がつくばで、10日連休、8日連休から、また来週。よいしょ。HPX は HPX